今日も強風に苦しむ選手が続出しました。ベストスコアでさえ3アンダーです。アンダーで回った選手12人と。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。2024年の JLPGA ツアークオリファイングトーナメントのファイナルステージ3日目の結果をお伝えしたいと思います。 残り2日間だったんですけど、残り1日になってしまいました。で、その前にですね、お知らせ。九州女子プロゴルフ、また始まりますね。今回で3回目ね。まあ、YouTube でやってくれると思うんですけども、決勝は、あの、終わってから、まあ、12月15日に初戦があって、で、準決勝、決勝が12月16日、次の日にあって、でも、テレビ放送は、 あの、準決勝、決勝は、こう、だいぶ遅くなってからやるんで、まあ、結果がわからないと、ネットにも出ないと、いう感じなので、まあ、足を運んだ方が面白いぞ、というのがあるんですけどね。まあ、こんな感じのチームが組まれています。発表になりました。1回目の優勝者が、上原彩子ちゃんと山城奈々ちゃんのこの2人のコンビ、沖縄の2人ですね。で、2回目が、山内ひな子ちゃんと脇本花ちゃんという。 ねえ、宮崎のこの二人が優勝しました。山内ひのこちゃん3連続ボギー打った時にはどうなるかと思ったけど逆転しましたね。はい。まあ、こういうチームで、あの、ペア戦で戦うわけですよ。スコアのいい方スコアのいい方を取るんじゃなくて、まあ、二人の、あの、スコアを合計したスコアでこう競うと。だから片方良くても片方悪かったらダメという感じなので。 まあどうなるかという感じですよね。結構面白いんですよ、これもね。ちょっとメンバーがバラバラにまたなったので、あの、宮里美香選手とかも出て、あの、比嘉真美子ちゃんとかも出て。で、脇本花ちゃんと山内ひのこちゃんのこの優勝チームが分かれたんですよね。宮崎チームにならないで。小妻琴乃ちゃんとこう、宮崎鹿児島チームという感じになって、これがまた面白そうだなと。で、今回武田里夫ちゃん出ないのでね。 忙しいですからね。<laughs> これに出てる暇がないと。ねえ、あんだけ優勝したらねと。スポンサー周りとか、あと、アメリカの準備とか、いろいろあるでしょう。ねえ、まあトレーニングとかもこう、怠ってはいけないっていうのもあったり、いろいろお呼ばれするところもあるんじゃないですか取材とかね。それも、な、あれマネジメント会社に入ってんのわかんないですけどね。 ちゃんと調整してくれるあれがないとね。まあお母さんがちゃんとやってくれるか、その辺はね。まあそれからおばさんの平瀬まゆみさんがちょっとあのアドバイスしたりとかもしてくれるのかなわかんないですけどもね。まあ,あこういう感じでね、ちょっとね、12月15日と16日、ちょっと楽しみだなと。一回戦は15日、多分 YouTube でね、流してくれると思うんですよ。 両方流してくれるんだけど、結晶はね、あの、だいぶ遅い時に遅くなってから、あの、出るんですよ。YouTube でね。去年もそうだったし、一昨年もそうだったんで。で、ネットで調べても、あの、どこにもないと。あの、行った人にしかわからないと。だから行った人に、あの、あれがあるんじゃないですか。忠告というかね。あの、結果はネットとかでね、発表しないでね、とかって。 いうのはあるんじゃないですかあの、九州のテレビ放送でやるから、そこまで待っててと。あの、ネットとかで公表しないでねとか。そういう約束事はあるのかなわかんないですけどね。ちょっと九州までは行けないけれども、こういうのがあったらね。まあ、各地区でやったらいいんじゃないって思うでしょ。北海道なら北海道とかさ。北海道、東北地域でやりましょうとかね。 で関東は関東とかさ。関西地区。まあ大阪近辺の人たちが集まってとかさ。ね、まあ中国地方、四国地方で集まるとかさ。なんかそんなのやって。で、最終的に頂上決戦のペア、最強、あの、ペアが決まるみたいなのがあってもいいかなと。みんな疲れちゃうからそんなずらねえか。わ <laughs> かんないけどさ。 やっぱりね、名前からしたらやっぱり三ヶ島かなちゃんと五島みゆちゃんのペアっていうのは強そうだなと思うけど、その時の、その日の調子によって違うからさ、わかんないんだよね、こればっかりはね。はい。というお知らせでした。まあちょっとね、楽しみだなと。YouTube、あの、所詮は多分 YouTube でやってくれると思うんですよね。あの、すぐ、15日が終わってからすぐやってくれると思うんだけど、まあどうなるかわかりませんね。 はい。で、結果行ってみましょう。結果、見てください。長いかなちゃんが来ましたよ。ねえ、あの、キャサリンこと、旗のなつきちゃんの YouTube チャンネルに出てましたね、この間ね。まあ、鉛をたくさんドライバーに貼り付けてるんですけどね。まあ、これ、なんか、剥がれそうもないような、あの、かなり昔にこれ貼ったんじゃないっていうような鉛の貼り方をしてるところが、 まあヒール側にも貼ってあるし、塔側にも貼ってあるしね、<laughs> どうなっちゃってんのという感じですけども。まあその時にの調子によってね、あ,あまりこっちに貼ってみようとかあるんでしょうね。スイング自体が悪,悪くないのに、球筋が安定しないとか、まあそういったとこ,ところで、まあの、ドライバー、まあ器具の方で、まあ、いじって、 であの、鉛を張ったり、シャフト交換したりとか、いろいろ試しながらやってた時期があったんじゃないですかね。わかんないですけどね。まあ、アイアンは7番アイアンまでだって。ね今みんなそうなってきちゃったよね。青木セレナ選手は、何本かしか入ってないでしょ、アイアンね。もうほとんど、あの、ドライバー、ドライバーじゃなくて、ウッド系とユーティリティがもうずらりと並んで、まあ、それで戦っていると。 やっぱり女の子たちはユーティリティ重宝するんじゃないですかアイアンよりこう、出玉が高くなる。ね。で、高い玉打てると、やっぱり止まりたく、止まりやすくなるでしょ。そういうので、グリーンを狙いやすくなると。グリーンで止めやすくなるっていうのでね。ユーティリティは重宝する感じですよね。昔なかったもんね。ユーティリティなんてね。<laughs> 何ユーティリティって。出てきた時思ったよね。 何ユーティリティって <laughs> あの、9番ウッドとかそういうのでいいんじゃないのとかって思ったけどね。やっぱりね、今考えるとやっぱユーティリティいいなと <laughs>。ね、打ちやすいしね。弾が上がるしね。まあ進化しますよ。昔はなかったもんね。はい。それと、新人のイリア響ちゃんがまあ落とさずね、まあ、踏ん張りましたね。 ま、風が強いからなかなかバーディーが取れなかったですとかってね、言っていたそうですけども。で、初日良かった森あやめちゃんが2つ落として、で、関ゆうてんちゃんが5つ落としちゃったんだよね。これ、最終日明日もこの調子だとかなり順位が落ちてしまうかなと思うので、ちょっと厳しいかなと思いますね。明日も風どうなんでしょうかね。 スコア落とすようだったら30位ぐらいの人たちも3オーバー、4オーバーぐらいにまで落ちちゃうかもしれないよね。はい。そして今日のベストスコアがたった一人、コタッキーです。コタッキーが3アンダーでしたね。はい。まあ、おととし優勝してね、シード選手として去年、あ、今年か。おととしじゃないか。去年優勝して、あの、ステップで優勝して、で、レギュラーでもポンと優勝してしまってね。 で、シード取って。で、今年シード選手だったんだけども、あのー、シード落ちしてしまったと。で、QT に出なければいけなくなったと。ね。長井かなちゃんもシード落ちしましたけどね。こういうシード選手がやっぱり実力を発揮した感じですかね。やっぱりね。まあ、経験の差かな。やっぱり、それでも、ね、イ,ビイリア響ちゃん頑張ってると思いますよ。新人でね。はい。2005年生まれですからね。もう若いです。まだまだ。 18歳、あ、19歳になったのか。19歳ですね。はい。で、初めてこのチャンネルをご覧になった方、グラビアアイドルの篠崎愛ちゃんではないです、これ <laughs> 篠崎愛ちゃんだったら飛び上がるほど嬉しいんですけど、私はね、篠崎愛ちゃん大好きですね <laughs>。はい。まあ、篠崎愛菜ちゃんと言いますね。篠崎愛菜ちゃんです。はい。 ま、細身の体ながらね、あの、あの体で結構飛ばすんですよね。飛距離が割り、割と出る。飛ばしやっていうほどではないんだけども、あの細い体でなんであんな飛ぶんかなと、いつも思うんですけどね。はい、それとサイペインちゃんには戻ってきてほしいなと。やっぱりカ,ラカメラが向くとね、もう笑顔で手振ってくれるでしょう、いつもね。このサイペインちゃん、サイペインちゃんのね、笑顔はね、もう癒されます。私は大好きですね。 はい。下川めぐみ選手も伸ばしてベスト10に入ってきました。安田彩乃ちゃんはどうですかね皆さん、あのー、来年ね、やっぱりレギュラーでやってほしいなと思いませんかねあのー、あのボディを知ってる方はね、<laughs> まあご結婚されてるのでね、あんまり言わないようにしようと思ってるんですけどね。はい。で、関ゆうてぃんちゃんが来て、そして高野愛比ちゃんが一つ伸ばしての10位タイということですね。 高野愛貴ちゃんって、ヨゴユイナちゃんとかね、あと藤井美ゆちゃんとか、まあそういった2004年度生まれの選手ってあんまりいないんですよ。だこういう、まあ言ってみれば狭間世代みたいな感じですよね。あんまりいない世代でプロテストを受かった選手の人数的にもかなり少ないという、まあこういった選手ですよね。高野愛貴ちゃんはゴルサバとかで見たことあると思うんですけども、 顔が動顔なんですよ。だけど身長が高いので、すごいアンバランス的な感じがいいですよね。顔だけパッと見るとね、すごいこう幼い顔してるんですけどね。体は大きいんですよね。背が高いんで、170近くあるんで。はい。まあ見たとき、あ、背高えなと思いましたよね。あの、シモーネに出たときね。あの、あれどこだっけインドネシアだっけ ねえあ、あの大会に出た時も、あれ背高えなと思いましたけどね。畑岡奈紗ちゃんとかも出た。あのシモネの大会ね、はい。その前の年が渋子ちゃん姉妹が出たんだよね。高野愛子ちゃんが出た時は、あの、出なかったけど。あの渋野日向子選手姉妹が出た時は、あの桜井心奈ちゃんが出たんだよね。あの時ね。で去年は、あの、高野愛子ちゃんが出た時は、ナッサーが出てくる畑岡奈紗ちゃんが出た時ですよね。 インドネシアだっけもう、記憶がね、あれなんですけどね。あの、ね、そういう大会がね、あったんですよ。まあ、豪華な大会がね。あれが出、出ましたよ。あの、リリアコも出ましたよね。そういった選手が招待されて出た試合っていうのがあったんですよ。まあ、それに出た感じですよね。もう背高いなと思いましたよ。あの時ね、パッと見ね。で、ホールバイホール見てください。森井彩美ちゃんがね、 5番のダボが痛いね。まあ、映像がないからわかんないけれどもね。まあ、仕方ないダボだったのか、もう取りになりそうなところをダボで済ませたのかっていうのはちょっとね、見ないとわかんないんだけどね。で、ベストスコア出したコタッキーもダボ打ってんだよね。この15番でね。いや、バーディー取りましたね。この恐怖の中。ね、みんな苦労してる。長井かなちゃんもね、なかなかこう、ちょっと、あの、バーディーは取れないと。 この3アンダーぐらいで回る、60代で回るのも結構厳しいみたいなインタビューしてましたけどね。結構大変な中、ね、6つも取りましたけどね、バーディーね。ダボがありながらのベストスコアっていうのはさすがですよね。 これ何回も言ってるけどね。まあ、初めてこのチャンネル見に来た方っていうのは多分ね、あの、少ないながらもいると思うんで、もう一回、もう一回ね、まあ、いつも見てくださってる方もう聞き飽きたよ、お前って言いたいんでしょうけどね。はい。あの、今年北海道明治カップ見に行ってきたんですけどね。私は北海道出身なのでね。で、しぶこちゃんが久しぶりに日本に帰ってきて出るということで、しぶこちゃんを見に行ったわけですけどね。 予選落ちしてしまって、最終日いなかったんですよ。で、最終日、いろんな選手を見て回ってたんですけども、途中でね、あの、フェアウェイを横断して、反対側に行く通路のところでね、まあ、係の人がロープ、あの、外して、はい、どうぞどうぞって、まあ、今、ね、T ショットとか打たないから、はい、行ってくださいって言って、はい、ストップ、ストップって言ってね、これから打つから、はい、ストップって言って、ロープをこう、で、通せんぼしてね、 でそ、そういう係の人が、ボランティアの方いるじゃないですか。あそこをフェアウェイ通ってた時に、目の前にね、コタッキーそっくりな人がいたんですよ。ウェアもね、同じメーカーのウェアを着てて、で身長も私と同じぐらいあるから、ああ、似てんな。コタッキーのファンかなと思ったら本人だったっていうね。<laughs> お、コタッキーいるわと思って。ああ、ちょっと声かけたかったけど、まあ、ちょっとね、勇気が出ませんでしたね。 はい。コタッキーに気づいた方はね、ほぼいなかったような感じでしたね。もうコタッキーをね、ちょっとしばらく追いかけてね、あの、コタッキーの斜め後ろをちょっと歩いてましたけどね。<laughs> なんかこう、反対側から歩いてくる若い人が一人だけ、えみたいな感じの人はいましたけど、コタッキーに気づいた人はあんまりいなかったみたいですね。気づいてんだけど別にファンじゃねえしっていう感じだったのかな。<laughs> わかんないけど。コタッキーの顔見りゃすぐわかるよね。独特なね、あの、何て言うの菩薩様のような、あの、何て言うの,このあの、もう、ご利益のありそうなお顔をされてますからね <laughs>。はい。まあ、いいんですけど、それはね。それから次行ってみましょうか。はい。吉田優里ちゃんはなんとか、あの、キープしておりますね。イーブンで回って10位タイと。 吉本コ,コネちゃんは落としちゃったか。ちょっとね、このまま落としてしまうと、あのー、順位をかなり落として、ちょっとレギュラーツアーに出られるかどうかっていうギリギリのところまで行ってしまいかねないのでね、ちょっと明日頑張ってほしいですね。同じ順位だと、明日最終日がスコアのいい人が順位が上になります。 あの、10位タイの人な、の中で、最終日一番スコアのいい人が上になって10位になります。で、10位タイの人で、まあ、その順位を全部決めてね、10位、11位、12位と、こう、全部決められちゃうんですよ。同じスコアなのに順位が下になっちゃう人もいるんですよね。最終日、成績悪いと。だから明日頑張らないと。 同じ順位だったら成績のいい人が上になるっていうことで最終日良かった人が上になるということですからそこはちょっとね頭に入れておかないとせっかくこの順位になったのに同じスコアだったのにっていう感じになってしまいかねないのでねはい長田かなえちゃんもあの新人の子ですこの子はねイーブンパー頑張ってんじゃないですか徳永あゆみちゃんも新人の子ですね2番目だったですね あの、プロテスト、2番目に、あの、受かった子ですよね。はい。まあ、高久美ちゃんや藤田カレンちゃんも、3オーバーとね、やっぱり、あの、風苦手な人っていうのは、結構苦労したんじゃないですか。まあ、下の4人はね、アンダーで回りましたけど。はい。で、ここでね、ちょっとね、あの、ホールバイホール見せましょうか。はい。吉田ゆりちゃん、まあ、4バーディー、4ボギーと、ボギーもあったけど、なんとか抑えましたね。 はい。ここでね、ちょっと吉田ゆりちゃんのことをね、前から言おうと思ってたんだけど、い、いつも言い忘れてたんですけどね、よ、いつもあの、インスタとかもチェックしてたんですけど、吉田ゆりちゃん、まあ、結構前になっちゃうけども、インスタの方でね、やっぱりアメリカのツアーで100位以内に入れなくて、QT、まあ、アメリカは QT って言わないですけど、Q シリーズね、受けなきゃいけなくなってしまった。で、ま、あダメだった時のために、 やっぱりこっちもね、まあ、受験で言えば、ね、滑り止めみたいな感じですかね。あの、こっちの QT も受けておいて、で、レギュラーツアーに参加できるあの条件を整えてから Q シリーズ受けると。アメリカの予選会受けると。で、もう良くても、ね、良ければ、もちろんアメリカツアーもう一回出ると思うんですけど、もしダメだったとしてもね、あの、あの日本のツアーに出て、で、それで、 まあ、チャンスがあればもう一回旧シリーズ受けてっていう形を取るんじゃないかなと思うんですけども、その時にね、あの、終わった時に、一シーズン終わって今年のシーズン終わった時にね、あの、インスタにこう書いてあったんですよ。あの自分のコンフォートゾーンを常に越,え越せるようにチャレンジし続けることだというフレーズが書いてあったので、まあ、英語の文章と日本語の文章両方書いてあったんですけどね。まあ、これを見た時にね、 やっぱりそうだよなと、思いましたね。まあ、コンフォートゾーンって何かっていうと、まあ、言ってみれば、いつもの同じ環境というかね、そういった環境の中で安心感がある状態というか、快適な状態ですよね。まあ、精神的に安定できるような、こう、そういった状態。だけど、成長はないというのがコンフォートゾーンですよね。だから、いつも通り起きて、 まあ、いつも、いつも通り会社行って、で、帰ってきて、飯食って、風呂入って、クソして寝るみたいな、ね、<laughs> あんまりこの中、あの、変わり映えしないような生活っていうのがコンフォートゾーンですよね。だけど、プロゴルファーたるものね、やっぱりね、もっと上手くなりたいし、もっと上のところでね、チャレンジしたいという思いがあるんでしょうね。そのコンフォートゾーンっていう言葉を聞いたときに。かなり、まあ、コンフォートゾーンの上は何かっていうと、 あの、コンフォートゾーン抜け出した時に、ね、何があるかっていうと、まあ名前はラーニングゾーンなんてよく言いますけどね。抜け出すとそこがあるんですよ。そこが何かっていうと学びの領域と言われてますよね。学びの領域。まあいろいろこう、自分のこう安定できる安心のあるところから抜け出してね、何かちょっとチャレンジしてみようとか、そういったところになるとラーニングゾーン。 まあ、いろんなことを学んでいこうとか、そういったところにこう入ってくる領域になるんですけども。また逆にねあ、逆にっていう言い方はおかしいな。まあ、そのラーニングゾーンもっと超えるとね、パニックゾーンなんて言いますけどね。ここだともう、あの、今までの経験が全く歯が立たないようなところで、あの、経験がないから、もうどうすることもできない。 でそれでパニック状態になる。それでも何とかしようとすると、そこを抜けていくんじゃないかと。今、そういう状況じゃないかなと。ラーニングゾーンっていうのは、多分ね、多分です私が思う、あの、感じですけど、ラーニングゾーンは、吉田ゆるちゃん的には、日本の、あの、レギュラーツアーの方で頑張ってる状態。まあ、いつもトレーニングしながら、まあ、練習もして、 で、もっと上手くなろうと努力していながら、まあ、日本のツアーで上位を目指していくっていうのがラーニングゾーンに当たるんじゃないですか。吉田ゆるちゃん的にはね。だけど、その上のパニックゾーンに入ってくると、もう、日本でやっていたら、こんなアプローチは、場所がこんなのないでしょうと、こんなアプローチ今までしたことがないとかね。で、食べ物のこととか、言葉の壁もあるし、なんていうの あの、もう、平常心ではなかなかいられない精神状態になってしまいかねない、あの、ゾーンに入ってくると。ここでやっていくにはかなり、あの、精神的に大変。なんだけど、学びをもうもっと超えてね、ものすごい自分の成長が見られると。それができなくて押しつぶされちゃう人ももちろんいるんですけども、そういったところに、こう、足を踏み込んでね、 まあ日本のこうジめっとしたあの夏場のね、あの、なんていうの、湿気の多い暑さっていうのも、外国人の方からすると、ちょっと住みづらいなっていうのもあるかもしれないけど、アメリカツアーに行ったら行ったでね、日本の選手たちは、この移動距離の長さとかさ、あの天気もそうだし、カラッとし,しすぎてて、 なんていうの下が硬くなってね。フェアウェイもグリーンも硬くなって。今まではピンの位置まで、あの、ピンのところまでキャリーで打てば、バックスピン効いてね。ボンボンキュッと戻ってきて。まあ大体、あの、ピンに絡んでくる。だから正確に打てさえすれば、ピンに絡んでバーディー取れるよっていう状態から、ランも計算しなきゃいけないと。どれぐらいランが出るかもわかんないと。もうスピンが全然効いてくれないと。 で、距離が長いところになってくると、長い距離も、長いクラブ持たされてね。で、もう余計スピンが効かないし、グリーンの手前の方に落ちたのに、グリーンの奥までこぼれちゃうとかさ、そんな環境でね。私もこの間行ってきた時思ったんですよ。あの、グリーン乗ったと思ったら奥行っちゃってね。あの、高来、高来グリーンでこう苦労しましたね。もう一年ぶりに行ったからね、めちゃくちゃでしたけどね。<laughs> 練習もしないから当然なんですよね。 数ヶ月に一回、あの、<laughs> 運転できないから、あの、打ちっぱなしに行けないもんですからね。あの、歩いて30分ぐらいのところにインドアレッスンがあるから、そこでこう、一応、月謝は払ってるんだけど、2、3ヶ月に1、2回ぐらいしか行かないんでね、うん。それよりももう動画を作るっていう方にね、時間をかけたかったのでね。練習は、あの、お支えを受けた時だけね、ちょこっと練習していくっていう。まあ、それが、この間1年ぶりだったので、ねはい、めちゃくちゃでしたね。 はい。乗ったーやったーと思って、乗っただけでもね、やったーっていうレベルの,あの人間なんでね、乗ったーと思ったらグリーンこぼれてましたよね <laughs>。だからもうプロの方たちはね、まあそういったパニックゾーンとかをあの経験してる方たちが、まあそれに打ち勝った人たちが今残ってるんじゃないかなと思いますよね。はい。まあエッティにしろ、渋子ちゃんにしろ、勝つ南ちゃんや西村ゆなちゃん。 そして、最後、まうちゃんに、吉田ゆうりちゃんは残念ながら落ちてしまったけど、またそこに足を踏み入れて頑張っていこうっていう気持ちがあるから、まあ自分の成長のためにね、このコンフォートゾーンを抜け出さないといけないと。常にそういったチャレンジをしていくっていう決意を、こう、イン,あのインスタの方で語っていたんで、すごい子だなと。やっぱね、尊敬できる子だなと思いましたね。若いながらもね。 まあそれでね、本来のスイングをね、崩して日本に帰ってきて、日本でも全然実力発揮できないなんていうことも、にもなりかねないんだけども、そこはもうチャレンジ、チャレンジでね、行ってくれるんじゃないかなと。で、それを思った時に私はどうなんだろうと。自分自身はどうなんだろうと。まあ普通に会社行って、さっき言ったようにね、帰ってきて飯食って風呂入ってクソして寝るでね、そういったことになったら、ずっとつまんないなと。 成長がないなと。まあ、心は安定するかもしれないけれどもね。で、まあ、なんか見たいテレビ見たりとか、あの、ネットでね、あの、YouTube 見たりとか、あと、TVer とかでドラマ見たりとか、Unext とかね、ワウワウとかそういったのでね、ゴルフや、あのスポ、他のスポーツやら、ドラマやアニメやら、とか見てるとね、成長ないじゃない。 私も小さい頃から漫画もアニメも大好きで、あとゲームとかも大好きで、もうやれって言われれば何時間でもぶっつけでできるぐらい好きなんですけど、それやっていたらちょっと成長がない。じゃあ俺死ぬ時になったら、ね、もう50超えてますから死が、あの、同級生でもね、まあ、ね、亡くなってる方もいますし、 じゃあ、俺の人生死ぬ時、死ぬ間際ね、これで良かったのかなって思うと、いや、これじゃなんかね、つまんねえ人生だったなと思うだろうなと思って。まあ、それで、あの、今、YouTube、あの、やっていますけどもね。ちょっと私、狂ってるでしょ。毎日1時間ぐらいの動画出してるでしょ。頭おかしいよね。<laughs> 自分で思うよ。こんなアホなやついないでしょ。 いますそんな毎日一人でしゃべる。これ私一人でやってます。このチャンネル。誰かに手伝ってもらってません。一人で全部やってます。そういう人で、まあそういう人もいる、いるにはいると思うんですけど、それで毎日一時間ぐらい喋ってるバカいないでしょ。頭おかしい。どっかネジ外れちゃってんだよね、私ね。はい、だから、いや、それでもいいと。なんかこう、今充実してるとね。もう、 腰から砕け落ちるように布団に入るような毎日ですけどね。なんかこういう充実感があるっていう、疲れはするけどね、充実感がある毎日という。ただぼーっとゲームしたりね、アニメ見たり、ドラマ見たりとかいうよりは、すごくいい時間の過ごし方をしているなと感じるんで、皆さんはどうですかと、ね、ちょっとお聞きしたかったんですよ。まあ、ただ、あの、まあ、ゴルフ見たりしてね、あの、過ごしてる、 あ,あ今日この選手、応援してる選手良かったな、で終わっちゃう人たちもいらっしゃると思うんですけどね。まあ、それでもいいんですけども、何かしらね、なんかちょっとしたことでも、あの、吉田ゆりちゃんを見習ってね、何かチャレンジしていく年だからとか言わないでね。あの、私、通勤の時にね、変なおじさんがいるんですよ。自分家の庭でね、これ見よがしにね、腕立て伏せやってるおじさんがいるんですよ。 なんで外でするんだろうと。しかも雨降ってる時にやるんだよ。カッパ来て。雨降ってる時でも腕立て伏せやってんだよね、そのおじさん。多分ね、もう70ぐらいだと思うんですよ、年齢的に。あの、まあ、パッと見だからちょっと間違ってたら失礼だと思うんですけど、そのおじさんね。あの、毎日やってんですよね。すげえなと私思いますよ。ほんと。 あの、まあ、回数はそんなにできないかもしれないけどね。あの、腹筋とか腕立てとかね。あの、通勤の時に見たらやってんだよね。雨降ってる時も欠かさず。すげえなと。いや、これぞコンフォートゾーンを抜け出してる人のあの姿だなと。毎日この人充実した人生を送ってんじゃないかなと。ね尊敬しますね、私はね。はい。だから私も動画頑張ろうと。 ね。あの、体調を崩さない程度にはもう頑張っていこうかなと。ね。心に誓った次第でございます。吉田優ちゃんね。あのー、すごく尊敬できる、あの、選手かなと思いますね。はい。可愛いだけじゃないんですよね。はい。まあ、まあ、可愛いね。吉田優ちゃん可愛いよね。<laughs> まあ、それはいいんだけどさ。あとね、 泉田琴乃ちゃん一番下にいますね。あのグレーに塗ってあるのは10番ホールからスタートした選手ですね。はい。インスタートの方です。泉田琴乃ちゃんね、あのエリエール、あの大王星子エリエールレディース、欠場したんで、あ、体調崩したのかな、怪我でもしたのかな、大丈夫かなと思ってたら、エントリーミスだって。単なるエントリーミス。体はピンピンしてるそうですね。はい。もう、あの、 登録ミスだそうですね。まあ、エントリーまずしますよね。で、エントリーしといて、で、正式なエントリーっていうのは、その大会が始まる前日の夕方5時だって。あの、前日の、あの、初日スタートする前の日、前の日のね、17時までに自分で手続きをする。これが正式エントリーだそうなんですよ。で、この手続きね、あの、忘れちゃったんですって。 で、お、あの、手続きし、忘れてたのを気づかないで、あの、JLPGA の方からね、電話かかってきて、それで気づいたそうです。ああ、エントリーしてなかった <laughs>。だそうですよで。普通にエントリーしてると勘違いしてたんで、エントリーしてた気,気になってだから、あの、普通に会場に行って、あの、練習してたそうなんですよ。いやーこれは痛いね。 代わりに出た選手はラッキーっていう感じだけどね。あれ練習場にいたよね。泉田琴乃ちゃんね。みたいな感じでね。選手同士ではなんか噂してたかもしれないよね。これね <laughs>。いや、痛いね。これは、これは痛い。これ昼旅もあったみたいですよね。あの昼旅、昼田みなみちゃんが、お父さんがその役目を果たしているそうなんですけど、エントリーミスでアマチュアの頃ね、出場できなかった試合があったとかね。なんか、なんか、 ありましたね。そういう動画を見たことありますけどね。まあ、これを機にね、二度としないように、あの、気をつけていただければいいかなと思いますけどね。はい。まあ、何かやらかしちゃったら、それでこう、通説に感じてね、いや、忘れないようにしようってなるでしょう。それがね、あの、今後なければいいかなと思いますね。 まあそういう経験をしないでも注意できるあの人になれば一番いいんでしょうけどね。人間っていうのはなかなかね、あのミスするもんですからね。ゴルフもミスするしね。日常生活でも忘れちゃったりするんでしょう。ね。結構、あの、抜けちゃう子いるよね。プロゴルファーでもね。ちょっとおっちょこちょいな人って結構いるでしょう。ね。のんちゃんとかさ。上竹のぞみちゃんとかね。 上竹のぞみちゃんは、あの、ゴルフ試合終わって、あの、駐車場に停めてある車にね、ゴルフバッグ積んで、で、帰るっていう予定だったんだけど、ゴルフバッグ車のとこに持ってきて、で、あの、帰ったはいいんだけど、あの、家に帰って、トランク開けたら、ゴルフバッグがなかったと。ゴルフバッグ、駐車場まで、自分の車のとこまで持ってきたんだけど、積むのを忘れて、そのままブーンって帰っちゃったと。 キャーっつったそうですね <laughs>。いや、まあ、そこがね、私はね、結構好きなんですよね。こういうおっちょこちょいなんだけど、こう、憎めないというかね。はい、可愛らしいじゃないですか。まあ、携帯電話をバックに積んだままお、次のコースのとこに送っちゃったりとかね。<laughs> 携帯がない、携帯がないっ,つって <laughs>。まあ、そういう子好きですね。本当にね。まあ、インスタにたまに載ってますよ。 財布をなくしましたとかね。<laughs> なんかあ、またかと。ね、ファンの方はね、あ、またかと思うんでしょうけどね。はい、私は結構ね、ちょっとおっちょこちょいな女性は好きですね。はい。で、その次行ってみましょう。ほら、アンダーがいないでしょコ妻ズマコちゃんと、あと、菅風花ちゃんだけですよ。そして、石井忍軍団、<laughs> 宮古玲華ちゃんと、増田夢野ちゃん。この可愛い二人が、 まだ何とか残ってはいるけどね。ま、明日大きく、この林菜々子ちゃんみたいにさ、63オーバーとかさ、出ちゃうよ、このコース。あの、風が、あの、強かったら、そういう風になっちゃうみたいなのでね。関ユーティーンちゃんも今日5オーバーでしょ。出ちゃうから、これはちょっと、明日踏ん張らないといかんよね。伸ばそうとかっていうんじゃなくて、もう辛抱するところに、こう、 ねダボとかをなくすようにね、しないと、これはいかんなと思いますよね。はい。ホールバイホール見てください、ほら。ねまあ、あの、2アンダーのコーズマ・コトノちゃんでも、あの、7つバーディー取ってんだけど、5つボギーが来てて、2アンダーなんですよ。7つバーディー取ってんですよね。いや、ここがすごいとこだと思うんですけど。 みーちゃんこと、おいでみずきちゃんは2つダボがあったり、林菜の子ちゃんも2つダボがあったりと、山地明ちゃんも2つボダボがあったりとか、まあ、こういうのがすぐ出てしまう感じですよね。増田夢ゆめのちゃんも16番でのダボが痛いね。3オーバーです、今日。3つバーディー取ってるけどね。はい。 まあ、なんとかパーセーブする、パーセーブする。で、取れるところを取っていくっていうのが、こう、結構、マサダユメナちゃんのパターンかなと思うんですけど、以前とは違う感じでね。前は結構ガンガン狙うタイプだったんだけども、レギュラーツアーに上がってきたらそんなことはできないと。まあ、辛抱辛抱でね、なんとかパーを拾っていく。で、攻めるところは攻めてというふうにしていかないと、メリハリつけないとちょっとね、まあ、レギュラーではね、 もうガンガン狙うだけだったら通用しないですよね。スコア出ないですよ。落としますよね。バーディー取れるところもあるだろうけどさ。そんなにいつもうまくいかないもんね。はい。宮古麗華ちゃん、ダボはなかったけど、2バーディー、4ボギーの2オーバーですよ。まあ、なんとか残ってほしいね。30番ぐらいまでに入っとけば、なんとか出れますからね。はい。頑張ってほしいですね。それから次行ってみましょう。はい。 去年プロテスト1位通過の清本美奈美ちゃんも、まあ3つ。あの、横峰桜ママだけですね、アンダーはね。ここになってくる、3オーバーになってくると、32位タイとかになってしまいますよ、これでね。はい。ムグルマひなのちゃんが3オーバーなんですよ。吉羽ルミルミも、ちょっと頑張ってね。あげてくれ。頼むよ。それから、岸辺桃子ちゃんも、 私が一番最初にプロゴルファーに声をかけた。声をかけたってナンパしたわけじゃなくてね。<laughs> はい。あの、ボギー打っちゃった時にね、なんか声をかけて、あの、勇気づけたい、頑張ってもらいたいっていう一心でね、かの泣くような声で、ドンマイって小さな声で言ったわけですよ。<laughs> 聞こえるか聞こえないか、多分聞こえてないなと思いつつね。だけど、岸辺桃子ちゃんちらっとこっちを見てね、 コクッと小さく頷いてくれました。あれは頷いたんだと私は思いたいですね <laughs>。頷いてくれたんだと。はい。ちょっとボギー打った後なんでね。まあ、どんまいって言ってもね。まあ、なんとかしていいかわかんなかったんじゃないですかね。岸辺桃子ちゃんもね。はい。ナイスバーディーって時はありがとうございます。とかね。笑顔で答えてくれるんですけどね。はい。まあ、皆さんも会場にね、観戦しに行った時にね。 もうナイスバーディーっていうのをね、あの、選手喜びますから、どんどん言ってあげてほしいなと思いますね。それか、ホールバイホール見てください。吉羽ルミルミのこの痛恨のトリプルボギーがなければと。はい。まあ、パーで収めていれば、今日はパーだったんですよ。まあ、イーブンでね、それなりの順位で終わったんですけど、このトリプルボギー何があったのと。はい。吉羽ルミちゃんの あの、プレイを見た時にも、私ね、あの、しぶこちゃんを待っていたんですよ。で、あの、二組前ぐらいにね、吉原美ちゃんがいたんですよね。で、もう、混んでて見えないから、しぶこちゃん見えないから、もうグリーン、グリーンのとこ行ってよと。セカンド地点も越えてグリーンに行ってよと。で、グリーン脇で待ち構えてて、そのグリーンの脇のこう通路を、次のホール行く時通るんで、そこの場所をちゃんと取ってよと。 でも、手伸ばせば届くぐらいのこう距離をね、しぶこちゃんが歩いていくっていう場所を取っといたんですよ。その時に、吉原美ちゃんがダボ打ってしまったんですよね。それ声かけづらかったな。<laughs> なんて声かければいい。どんまえって言って,言,言っていいのやら、何も言わない方がいいのやら、わからないですけど、その選手によっても多分違うよね、多分。 <laughs> 声かけてくれれば、あの、そういうね、悪かったホールでも、なんとか次頑張ろうと思える選手と、もうほっといてくれっていう選手と多分いるだろうなとかって。はい。ちょっとね、声かけられなかったな、あの時はね、ダボだったからな。それよりも悪い、トリプルボギーがありました、今日はね。はい。では次行ってみましょう。はい。三ヶ島かなちゃんだけですね、この10人の中では。 なんとか1アンダーで、まあ、上げてきました。まあ、これ、3オーバーまで来たんで、ね、あのー、今年一緒に、今年っていうか、まあ、さっき、ね、序盤で紹介したような、九州女子ゴルフ、まあ、ダブルス戦、三ヶ島かなちゃんと後藤美優ちゃんが一緒なんですよ。この二人がね、同じ順位になっておりますので、何の関係か、何の因果か分かりませんが、最後伸ばせばね、まあ、 例えばね、例えば、あの、この32タイの3オーバーの人たちが、まあ、これで終わったとしましょう。これでね。これで終わったとしまあ、この、このページだけで言うとね、このページだけで、例えばの話ですよ。このページだけで言うと、この32タイの人たち、7人いますけど、このページの中にはね。じゃあ、これがもし最終日だったとしましょう。まだ3日目だけどね。例えの話,話ですよ。 この例え話なんですけども、この32位タイの人たちの中で、えー、今日、トゥデイ、一番良かった選手が32位になります。あの、QT ランキング32位になります。で、その次が、この7人の中では、3オーバーがその次ですよね。だから、中村かの選手が33位になります。QT ランキング33位になります。例え話ですよ。例え話。で、この、 その他の5人。まあ、5オーバーの荒木優奈ちゃんがね、私この講演してたんだけど、5オーバーなんだよね。まあ、それはいいんですけど、その4オーバーの4人の中で、まあ、例えばの話ですもう一回。まあ、ここから聞いた人はね、飛ばしながらここから聞き始めた方っていうもいるかもしれないけど何度も言いますけど、例えでね、例え話でね、今日、この日がまあ最終日だったとすれば、 4オーバーのこの4人の人たちの中でね、トータル3オーバーで一緒だから、順位決めなきゃいけない。で、4オーバーで手で終わってるからみんな一緒。じゃあどうするかっていうと、その前の日のスコアがいい順番に、あの、ランキングが決められます。だからこの4人の中では、中曽根住香さん選手があの一番いいので、33位になりますよね。 三ヶ島かなちゃんが32位、中村かの選手が33位、34位がなあの中曽根澄香選手と。まあそういった決め方をするんですよ。きっちり。同じスコアで32位タイであってもね、まあ明日、あの、最終日が終わったらそういうふうに順位が確定します。同じスコアであってもきっちり。その順位によって優先順位が決められるので、まあ空きがある、あの、何人空きが出るか。 90人出場できる大会でシード選手が先にエントリーして残りの枠が何人残るかで上から順番に QT ランク1位から順番に優先して出場できますよと。で、ギリギリ漏れちゃった人なんかはもしかしたら欠場する人が出たら出れますよってなるかもしれないから一応会場に行く。 エントリーしといて会場に行く。練習させてもらえるのでね。練習ラウンドもさせてもらえるし、ドライビングレンジでね、練習したりすることもできる。だけど、欠場者が出なかったら、まあ、旅費とか、ホテル代とか取ったのに、結局帰らなきゃいけないと。まあそういった感じになると。だからギリギリは良した方がいいなと。 だから30番以内に入りたいよねっていうのが多分選手たち思ってるんじゃないかな。荒木、あ荒木じゃない。高木優奈ちゃんは、あの、あ、高木優奈ちゃんじゃない。荒木優菜ちゃんのね。高木優奈ちゃんと荒木優奈ちゃんいるけどね。荒木優菜ちゃんね。あの、今年プロテスト受かった荒木優奈ちゃんが言ってたのは35番以内に入りたいですと。35番以内でも、出れると思います。 出れると思うんだけど、ちょっとギリギリなので35番だとちょっとこう、思いがけない人がね、出るとなると、あの、昨日も言ったけどさ、あの、最後まおちゃんとかさ、エッティとか、古谷彩香ちゃんとかね、そういった選手が出ますと。あの、オープンウィークになっててアメリカのツアーの試合がない週にポンと帰ってきて、 試合ポンと出るなっていうことがなければいいんだけど、あるとあぶれちゃうよということも考えられるので、まあちょっとギリギリじゃなくね、30番ぐらい目指してやってほしいなと思いますね。はい。それから次行ってみましょうか。はい。吉田凛ちゃんがここなんですよ。落としちゃったね。二日連続で3オーバーはちょっと痛いな。 まあ、ーオーバーだったらまだ、ね、巻き返せるんですけど。それから、辻礼選手、昨日良かったんだけど、今日落としてしまって、やっぱりね、難しかったでしょうね。はい。山城奈々選手もね、九州女子ゴルフ出ますよね。まあ、優勝してますからね、初代チャンピオンの、あの、一人ですからね。山城奈々ちゃん出ないか。あ、出ねえな。 <laughs> 失礼しました、はい。初代チャンピオンっていうことは覚えてるんだけどね。今回出なさそうだね。はい。それから、金組も落としちゃったね。それから、宮沢美咲ちゃんね。美咲ちも落としてしまって、ちょっとこれ挽回しないと。これ60代出したいね、明日ね。60代出せば、なんとかいけんじゃないか。この、この、ここにいる人たち、60代出せば。 なんとかいけるでしょう。急上昇してくるんじゃないのかな。明日のこう風の具合とか、ねえ、まあピンの位置とか、そういったのも関係してくると思うんですけどね。はい。それから吉沢ゆずきちゃん、初日良かったのになあ。ちょっと二日目の79が響いて、今日も2アンダーでなんとか抑えたって感じなんだけど。いやーちょっと、これは厳しいね。まあまだ、 望みはありますね。60代出せているんだから。まあ、それは初日のことだからね。初日ね、ユーティーンが8アンダー出してるからね。初日は優しかった。まあ、これ最終日がそうなるかもしれないしね。わかんないよね。はい。それから次行ってみましょう。次ね。はい。稲垣七子ちゃんとか、あの、タランティーノさんね。あの、村田アリサちゃんがワンオーバーで、なんとか踏ん張ったという感じですね。ほ,ほら、アンダーがいないでしょ ここら辺になってくるとね。愛しのファンさんが、これはちょっと厳しいな。これね、ビッグスコア出さないと厳しいね。またね、ファンさんがレギュラーに来てもらえなくて、ステップかーとなっちゃうとね、皆さん、ファンさんのあの唇をね、注目してほしいなと思いますけどね。はい。セクシーなあの唇をね。それから、次ですね。はい。まあ、 この中村心ちゃんね、あの、山下小春ちゃんとか、まあ、新人の選手ですけどね。あと、1位通過の寺岡さや香ちゃんもここなんですよ。やっぱり難しいんでしょうね。そして私が応援している平塚アムちゃんも今日シックスオーバーと大きく崩してしまいましたね。いや、この辺になってくると、こう、大きく崩す選手がもう続出しているのでね。 これは明日ちょっとどうなるかなと。明日ね、初日のような感じでね、8アンダーなんか出せばわ、うん、かんないからね、それやってみないとわかんないからね、これでね、諦めてちゃダメですけどね。まあ、やってる本人たちはね、諦めないで何が起こるかわからないから、もう一台一台慎重にあの頑張っていこうというふうに思ってはいると思うんですけどね。はい。そして次行ってみましょう。次。 はい。ティーチングプロの古谷翔歌ちゃんもちょっと落としてますね。2日連続で4オーバー。はい。ティーチングプロなんだけれども、この試合は、あの、QT はね、ファーストステージは出られるっていう、あの、そういう予選会を突破してる選手なんで、出られるんですけども、出てきたんですけども。でも、あの、プロテストも受かったんだね。まあ、このツアープロとしてね、あの、この QT 挑戦っていう形になりましたけどね。 この位置からどう逆転できるかっていう感じですね。それから、大江香織選手も。いやー、ママさん頑張ってますよ。それでもね、あの、復帰して間もないからそれはしょうがないかなと。あの、森田理香子ちゃんもそう言ってましたね。今の現状は私はこれぐらいの位置なんだなという感じのインタビューを、あの、ネットで見ましたけどね。まあ、これから復活してくるんじゃないかなと。 森田リココちゃんにはもうレギュラーでね、バリバリ頑張ってほしいなと。いやー、この年齢になってもね、やっぱり飛ぶよね、と言って、あの、頑張ってほしいなと。イーグルをたくさん取ってほしいなと思いますね。ボギー打っても私イーグル取るからってね、もう絶好調の時はね、あの賞金上を取った時には言ってたしね、いやー、私ボギー打ってもイーグル取れるからってね、言ってたんですよ。 それぐらい自信満々のね、姿をまた見たいですよね。はい。そして最後のページになります。なんと加藤玲奈選手、あの新人の子ですよね、この子もね。危険となってしまったので、加藤玲奈選手はこれで QT ランク104位が決定ですね。はい、危険してしまったので。 だから去年の菅風花ちゃんも、あのー、スコア5期でね、スコア間違えて記入してしまって提出してしまったので失格になって一番最後になってしまったという。まあ、そっから挽回したのでね、加藤玲奈ちゃんも少ないチャンスで推薦をもらってレギュラーに出た時に、あのー、試合出た順位でね、ポイントがたくさんもらえて、で、リランキングの時にもね、あの、レギュラーツアー出れるぞっていうふうになったら、また、 あの、後半戦、頑張って、順位を上げていけばね、マスダ乃ちゃんみたいなことになるかもしれないからね、これでもう諦めないでね。これが怪我とかだったらちょっとね、あの、まあ、どっか痛めてじゃないかな、危険だからね、失格じゃないから、まあ、体調を崩しただけなのか、まあ、どっかしら痛めているのを我慢してやってたんだけど、やっぱりダメだということで血上、欠場。 安徹症っていうか、棄権したのかはわかりませんけどね。はい。まあ、こう言った感じですよね。はい。そね、この、菅沼奈々ちゃんだよね。やっぱりね。いや逆転してほしいなと、ちょっと願ってはいたんだけど、今日もダメだった。まあ、多分ね、何かスイングの調子が悪く、 あの、なって、それが修正まだまだ効かないうちに QT にな、QT が、の日、日にちが来てしまったという感じなのかなと思いますよね。それか、また再発してしまったとかね、痛めたところがまた痛くなってきたっていう、まあ、なんとかプレイしてるみたいな状態なのか、ちょっとわかりませんけれどもね。まあ、本来の調子だったらこんなところにいる選手ではないのでね。 なんとか頑張ってほしいなと思いますね。はい。まあ、できるだけ上の順位でね。まあ、この順位で終わってしまっても、まあ、レギュラーに復活するぐらいにね、まあ、ステップでちょっと調整して、あの、レギュラーにまた復活してほしいかなと思いますね。こういう選手がいないと寂しいよね。ね、まあ、ちょっとこう、他の女子選手とは、またちょっと違っ た感じの選手、ね、まあ、生まれ変わったら私はアイドルになりたいと。プロゴルファーにな,なってなかったらアイドルになりたかったという感じで、まあ、アイドルが大好きでって言ったら、まあ、メディアの方からね、あの、女子ゴルファーの、女子ゴルフ界のアイドルみたいな感じでね、つけられちゃったからしょうがねえって言って、 菅ななちゃん別に私はアイドルだって言ってないのにね、まあ、そういうふうにあの仕立てられちゃってはねしょうがないよねこれはね、はい、そうした方が注目を浴びるからね批判も多く受けてしまうけれどもねそれをはねのけてね頑張ってほしいと思いますねこのままアンチの菅沼奈ななちゃんアンチの人をね黙らせる成績を残してほしいと思いますねはいそれではコメントを読まさせていただきたいと思います えー、次元さんからですね、ご無沙汰しております。24日の日曜日、主治医の先生とレギュラーツアー2章のレジェンド、女子プロ、レ、レジェンド、同じクラブ所属とラウンドしてきました。おお、いいですね。りょうさんが関西圏ならご一緒するのですが、関ゆうてんちゃん練習場が一緒なんです。ということは死がかな コーチは私ゴルフ仲間です、えー。応援よろしくお願い申し上げますと。はい。まあ、そうじゃなくても、前から言う、あの、ユーティーンは応援してますからね。レギュラーツアー2勝って誰だろうね。クラブ所属って言うと、ちょっと、こんな感じ。2勝。レギュラーツアー2勝。ねえ。誰だろうね。 あこの人かな西塚幹よさん、滋賀県。私の一個下だね。はい。こんな、この方と一緒だったかなもう一人、こちらの方も、まあ、関西圏ですけどね。まあ、この方は、あの、ティーチングプロの方ですけどね。ティーチングプロだけど、あの障害獲得賞金のページ見ると、2勝してますよね。 はい、私よりだいぶ上ですねもう70超えてらっしゃいますけど77かじゃあ違うか西塚プロと一緒に回ったのかなちょっと分かりませんけどね、はい、でもねもうレギュラーツアーに出て一生もできずに、ね、年取って辞めてくプロゴルファーの方が多いんですよねもうそっちの方がほとんどですからねなあ優勝するっていうのは本当に難しいことですよね はい、レジェンドと一緒に回れるのは私も夢ですね。誰かと回りたいです。それから中野光一さん、37位で確定だと思います、えー。確定ではないですね、まだね。確定ではないと思います。あの、ファイナル QT 終わって37位でも、あの、わからないです、まだ。あの、思いたくないけども、アメリカの9シリーズね。 通らなかったらまた日本に帰ってくるでしょう。エプソンツアーには行かないと思います。ねえ。まあ、みんな通ると思いますよ。岩井姉妹も山下美羽ちゃんも、で、原江理香ちゃんもみんな通って行くと思います。あの、思いたい <laughs> ですよね。だけど、やっぱりそれで通らなかったらね。 まあ出場権が降りてくることがない順位で終えてしまった場合はシード持ってるから日本でプレスしてもう一回シードあのシードじゃない Q シリーズ受けるっていう形を取ると思いますよエプソンツアーに行,あ行かないでね賞金の額が全然違うから日本のレギュラーツアー出てた方がもうたんまり稼げるしねなので。 もうそこまでね、どうしてもっていうね、馬場咲ちゃんみたいにどうしてもっていうんだったら、エプソンツアー行くかもしれないですけどね。そういった感じではないんじゃないかなと思いますのでね。そういう人が増えてきてしまうと70あ、37位じゃ確定ではないですよね。はい。まだわかりません。ということですね。まあ、思いがけない人が、私出るわと。 ねえ、あの、レジェンド、岡本綾子さんが、ちょっと私、一試合だけ出てみようかしら。まあ、それはないか。<laughs> それはないよね。ねあの、A 級シードの人たちがね、ちょっと私、一試合だけ出てみようかしら、みたいなね。<laughs> ないとは思うけどね。まだ確定ではないですよね。そういった意味ではね。出場できる、あのー、ものあの出場権は持っているのでね。はい。 出ないとは思うけれどもね分からない。じゃないですか、はい、それから、山さんですね。菅沼奈々選手、最後まで一つでも順位を上げるよう頑張ってほしい。もともとレギュラーツアーでは最終日まくって順位を上げてくるのが真骨頂だったはずと。はい。まあ、ビッグスコア出していいとこまで行くかもしれないと。もしそれじゃなくても、菅沼奈々ちゃんであれば、まあ、オフシーズンね。 あのしっかり調整してであの推薦もらえるから絶対にナナちゃんだったらねだからその時にドカーンとね、まあ、またこの優勝したりなんかもできる選手ですから優勝したりとかまあベスト3に入ったりしてねリランキングまでにこう順位を上げてポイント稼いでねもう数試合しか出れなくてもそれで出場してであの 後半ね、出場権を獲得して、いつも通りの,あのレギュラーツアー、まあ、常連の選手としてね、顔を出してほしいかなと思いますよね。もしダメだったとしてもね。はい。それから、えー、湯浅さんでいいのかな湯浅よしおさんでいいのかな、えー、初めてコメントさせていただきます。会社勤めながら頑張ってる配信を楽しみに毎度見ています。ありがとうございます。私は開業して、地域電気店を48年やって、すごい、 私ねあの、自営でね、ずっとやってる方は尊敬しますね。私、自営でやろうと思っても、そんな勇気出ない。すごいと思う。まあ、ずっとやってるってことで生活できてるってことでしょ。だからね、あのお店を潰さずにね、ずっとやってらっしゃるっていうのは、本当尊敬ですね、はい。アメリカでもそうだって。アメリカでね、こう、すごいあのエリートの会社員。 すごい大企業の会社員で、年収がすごいいい会社員よりも、サラリーマンよりも、あの地域のね、クリーニング屋さんをずっとやってますというようなあの店主の人たちの方が尊敬されるらしいですよ。自営でやってる社長さんですよね、い,いわばね。まあ、小さなクリーニング店ですって言ってもね、社長さんじゃないですか。だからそういった人の方が あの素晴らしいとアメリカでも言われるそうですよだからもう自衛でねあのやってらっしゃる方、ね、すごいなと私もあのラーメン屋さんまあもうお店閉じたけどラーメン屋さん経営してたおばさんが知り合いでいるんですけどその方もすごいなと尊敬しますね息子さんと2人でね切り盛りしてやってたんですけどずっとで。最後はもうちょっと体的にね ちょっと難しいなっていうことでお店を畳むという時にあの最終日もう今日であのお店閉じますって言った時にね近所迷惑なぐらい行列ができたんですよねいやすごいなと思ってねはい,いや自衛の方はねほんとすごいなと思います渋野さんの試合は毎度応援していますまた渋野劇場を楽しみに商売ともども頑張っていますね、はい ぜひぜひあの今後ともあの頑張って、えー、商売の方のねぶこちゃんの応援の方も頑張っていただきたいと思います。それからゆう、えー、ちゃんさん。楽器の久々の優勝した試合のショットとパット QT はあきらちゃんゆうりちゃんりんちゃんななちゃんななちゃんどっちこのななっていうことは山城ななちゃんだよね。 でもこのメンバーを見ると菅沼奈々ちゃんっぽいんだけど山城奈々ちゃんファンですかね。菅沼奈々ちゃんはナッパの名だから。この奈ラの名は山城奈々ちゃんの方ですよ。なので、ナッパの名だったら菅沼奈々ちゃんのことだと思うんだけど、でもメンバー見たらそうだよね。菅沼奈々ちゃんっぽいよね。ねあの、ムグルマヒナちゃんも、よしばるみちゃんも。 入ってるから、まあ、ちょっとね、山城奈々ちゃんファンだったらごめんなさいね。はい、頑張ってほしいということですね。はい、それから、久保田誠一さん。りょうさんこんばんは。菅沼プロに思い出してほしいのはサロンパスの初日でなく2日目でした。あ、2日目ね。あの、さっきちらっと見たらあの2日目トップに立ったんですよね、はい。それを思い出してということで応援されてましたけど。 今日はダメだったけど最終日ドカンと行くかもしれないでしょ。まだやってみないと分かんないもんね、ゴルフはね。はい、いやー、頑張ってほしいですね。それから、えー、クリーリンさん。クリリンさんでいいのテレビかネットで放送されないのでしょうかされません。残念ながら。ね、プロテストはね、あのー、解説とか、ねあの、アナウンサーとかがね、喋ったりしない。 けれども、ね、まあただ映像を映すだけですけどまあそれね映像し出してくれるんで YouTube でライブ配信してくれるんでそれは良かったんですけどね QT もそういうのがあるといいなと思いますねそんなこう気を使ったこうカメラワークとかいらないからねただこう定点カメラでね映してるだけみたいな感じでもいいんじゃないかなと思うんですよねだって順位が悪かったら職場を失うわけですよ ね、職業としてるわけですからねプロゴルファーの子たちはね頑張ってほしいですねそれから、えー、今健さんですね、えー「吉川桃ちゃん応援してます」「注目はあまりされないけど美人ですよね」タイプですとね吉川桃ちゃんファンの方も結構いますよねまああのー、どうだろうその人によって見方が違うけど私は美人っていうよりもこう可愛らしいタイプに見えるんですよね はいまあ、美人と可愛い,いはちょっとこう、あのー、違うじゃないですか <laughs> 私,私の中では違うんですよね、はいまあ、美人も可愛いも同じ、あのーね、美しいっていう意味では、ね、<laughs> 同じだよっていう人もいるかもしれないけどね、うん、私の中で美人タイプと可愛い,いタイプ違うんですよ全然。はい、まあ デートしてあげるならどう誰かな可愛い,いといえばまあ今年レギュラーツアーでこう頑張ってる選手といえばまああの増田夢乃ちゃんとかは可愛いらしいタイプ美人というよりもね可愛いらしいタイプ美人って誰だろうね美人どうだろうな美人 どうだろうねちょっと美人のこうね定義が分からないよね。その人にこのその人の好みになっちゃうからね。はい。私は別に好きではないけれども美人だなと思う選手は誰だろうね。誰だろうね。鶴岡カレンちゃんとか美人なのかな私はね細身の子はあまりタイプじゃないんで。だけど あの整った顔立ちだなとは思いますよ。笑顔は可愛らしいしあのとあの真顔になるとこう美人タイプなのかなこういうのを美人って言うのかなぐらいの感じですけどねその感覚が人と違うから分かんないですけどね美人って誰ですかね <laughs> 分かんない。うん、まあ私はねあの可愛らしいタイプが好きなのでね、はい、美人タイプではなくてね 美人思い浮かばないな全然ね、はい、<laughs> 人によって違うっていうのが正解でしょうけどね私はこの人が美人だと思うとかねあの好みですからねそれはねまあいいんですあの人それぞれ好みが違っていいんですよだからアイドルはグループが売れるんですよね,ねグループは売れるんですけどグループを卒業すると売れなくなるでしょう ピンじゃダメなんですよやっぱりいろんなタイプの人がこの人好きこの人の好きっていう人たちが集まってグループ全体の,あの歌とかが売れるとだけどピンになっちゃうとピンではそうでもなかったっていうのが露骨に現れてしまうんだってねだからあの子誰だっけあの名前出てこない <laughs> あの女優さんになった子いるでしょ、ね、あの名前出てこないけどさ名前出てこないけど女優さんでちょっと成功した方はいますよね AKB とかうん,なんだ乃木,坂乃木坂とかそういったグループにいる子であの演技の方であのちょっとあの路線を変更してねアイドルからお芝居の方で頑張ってる子はもう息が長く続く。 あの子になななるんじゃいいかなとは思いますけど、ねまあ同じような歌とかそういったので出る子なんかはちょっときついかなと <laughs> それほどでもなかったなとかってねいう子いるでしょう結構ね卒業してからねあっちゃーっていうね、はい、まあいいんですけどねまあ人それぞれあのいろんな選手応援したらいいと思いますね。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ、時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて、後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。ではまた。